はいどうも、ゆめちゃんねんのみです。本日は浅草橋にやってまいりました。なぜ浅草橋に来たかというと、人間ドックを受けに行きました。まあ、人間ドックって言ってもね、人間ドックライトといって、まあ、健康診断の延長みたいなものなんですけども、検査が早朝の8時半からということで、結構ね朝早くて、でまあ前の日のね晩ご飯も食べていないので、もう腹ペコで健康診断が終わったら何か美味しいものを食べに行こうと目論んでいたわけです。というわけで、人間ドックが終わったユミさん、どうぞ。はい、というわけで人間ドック終わりました。ちょっとね、血圧が高いんですよね。ラーメン食いすぎかな。でもね、視力はね、右が 1.5 で左が 1.2 でね、もうバッチリ見えますね。よかった。というわけで、帰りに何か食べて帰ります。というわけで、人間ドックが終わって病院を出たんですが、いやー結構ね時間かかるかなと思ったら、まさかのね1時間で終わってしまって、病院を出たのが9時半過ぎっていうね、まだどこもやってないほら、ここもねランチタイム11時からでしょ。もうね全然空いてないのよ。もうね完全に途方に暮れてね、ちょっと人形の休月とかね着てみたりね、もう完全にこの時ね僕心の中でね歌ってました、人形の休月って。まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあね、どうにもこうにもねちょっと時間が潰せないなっていうことでね、来ちゃいました浅草。浅草橋から浅草までは電車でたった3分なので、もうね行っちゃえってことでね来ちゃいました。というわけでね、時間はたっぷりあるぞってことで、まあちょっと時間潰しに仲見世通りでも歩こうかってことで、雷もくぐっちゃうぞ。てか雷門のでっかい提灯の下ってこんな感じだったんですね。全然知らなかった。っていうのもね、やっぱ普段すっごい人だかりなんで、なかなかねこうやってゆっくり見ることないんですけど、やっぱね緊急事態宣言なのもあるし、まあね単純に朝が早いっていうのもあるんですけど、人がとにかく少なかった。これはねマジでびっくり。仲見世通りねこんな人いないのってあんま見たことないですね。やっぱね海外からの観光客が全くいないので、なんかねやっぱちょっと寂しい感じがしましたね。というわけで、仲見世通りを抜けて左手に五重の塔を眺めながら進んでいくと、そういえば今年まだおみくじ引いてないよってことでね、ちょっとおみくじコーナーに立ち寄ってみました。まずはしっかりと手を消毒して、ちゃんと100円払って、さあ何が出るかな。出てなかなか出てこない。引っ張るなーと思いながらくじを引っ張って、出てきたのは73番は、あ、ここだ。何が出るかな、何が出るかな、ドゥ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 。というわけで、僕が今年引いたおみくじは吉でした。何、病気治るでしょう。いやいや、それよりもね人間ドックの結果が早く知りたい。というわけで、再びアルコールで手を清めてから、ありがたいお香でも手を清め、撮影はできませんでしたが浅草寺で参拝してきました。神様に何をお願いしたかって、それは秘密。というわけでね、なんやかんやと時間を潰せたので、浅草からスカイツリー方面へ向かって目的のラーメン屋さんへゴー。はい、というわけで長らくお待たせいたしました。本日の目的地はこちら、弁慶浅草本店でございます。なぜこちらの弁慶さんにしたかというと、人間ドックが終わったらね、こってこての背脂ちゃっちゃ系が食べたいなということで、前から来たいなと思ってたねこちらの弁慶浅草本店さんに決めました。というわけで早速入店したわけなんですけども、いやちょっとねネットで調べたらね、開店が11時ってなってたんですけど、来てみたらね、なんとこのコロナ禍の時短営業の影響で開店時間が朝10時からになっていました。つまり浅草についてまっすぐ弁慶に向かってればちょうどよく開店時間だったわけですね。まあいいんですけどね、浅草観光できたしとかなんとか言ってるうちにラーメンが到着しました。うまそう。はい、こちらが弁慶さんの醤油ラーメンです。今回はチャーハンも食べたかったので1000円のチャーハンセットにしました。こちらがチャーハンです。いやー美味しそう。浅草で背脂ちゃっちゃ系を食べるなら弁慶と言われてますが、いやー噂にたがわぬ素晴らしい背脂の量ですね。というわけで、まずはスープからいってみましょうか。おお、
呆然。うまい。背脂で喉が潤ったら麺もいっちゃいましょう。パクリ。うまいのよ。本当ね、美味しくてね、止まらなくなっちゃう。でね、背脂の量かなり多いんですけど、不思議とね、くどくないんですよね。メンマもね、シャッキシャキで美味しかった。さて、前半かなり飛ばしてラーメンをすすっていますが、ここで忘れちゃならないのが、チャーハン。というわけでね、チャーハンも食らっていく。いや、これがね、また美味しいんですわ。あのね、具がね、ネギ、玉ねぎ、あと刻んだチャーシューのみなんですが、味付けがね、結構甘めのチャーハンで、これがまた美味しい。というわけで、またラーメンに戻ります。ちなみにね、結構食べ進めたと自分では思ってたんですけど、チャーシューの下に結構もやし隠れてた。というわけで、再び麺にたっぷり背脂を絡ませながら食べ進めていきます。と、ここでチャーシュー、盛っちゃいましょう。チャーシューはね、もうふわふわでね、もう歯で噛む必要がないぐらいトロトロで最高でした。あとはもう無心ですすっていくだけ。うわ、なんでこっち見た。間にチャーハンを挟んだりして、相変わらず汗もすごい。おっと、ここで来ました、ゆみチャンネルお箱のニンニクだ。スプーン一杯ドボン。そこそこにニンニクをスープになじませて、ニンニクが絡んだ麺をすすっていく。くー、最高よ。あとはどんだけ汗かくのってぐらい汗を取り流しながら麺をすすり、チャーハンも一粒残らず完食したら、